このさ、ポケモン、バイオレット、スカーレットに関しては、スカーレット、バイオレットに関しては、なんかポケモンが実際にこの世界にいるみたいな動き方してるのいいよね。住んでる場所とか動き方とか挙動とかかな、主に。なんか人懐っこい子はとか、まあ人に、逆に人を嫌ってるポケモンたちはこう甘えてきたり、こう、まあ、興味を持ってこっちに寄ってきたり、敵対心を持ってこっちに寄ってきたりするよね。逆に逃げてくポケモンもいるよね。ウソッキーめっちゃ全力出して逃げるの面白かったわ。近づいてっただけなのに、ドドドドドドドって逃げてく。まあ、あと、なんだろう、これじゃないの？この洞窟の中じゃない？ラス1って。もう明らかにあからさまに誘導されてるよね。この中入りなーって。行こう。後ろに仲間たちもついてきているはず。いるよね。よかった、いた。これで誰もいなかったらめっちゃ悲しいわ。うわ、ウルグモスいたんかよ、ここに。頑張って育てた。鉄の包みじゃん。捕まえれる？もしかしてこれ。鉄の包み。うわ、これはボルトチェンジやってみますか。どんくらい入るんだろうな。ワンチャン、そうだよね。倒しちゃうよね。鉄の包みを手に入れよう。よいしょ。お、立ちでこっち見てやがる。捕まえたいな。とりあえず猫だましから入っていきます。猫だましかっこハンマーで、そのダメージ量を基準に動いていこう。40ダメージなんだよね。この辺やったら多分倒れちゃう。じゃれつくワンチャンあるか。40だよね。1.5倍の135ダメージ入るから、猫だましの4倍ぐらい入るのか。ギリギリ初手じゃれつくとかの方が良かったのかもな。そう考えると、考えちょっと妖精の風でお茶を濁すか。デカヌちゃん、ここは別にそんな高くないはずなので、いいよね。いい具合だよね。おお、特に何も起きなかった。じゃあとりあえず捕まえようか。鉄の包みとか、こういうやつってポケモンの卵出てくるんかな、生まれるんかな、卵。鉄のシリーズ初ゲットじゃないか、これ。あれ持ってるわ。ドンファンみたいなやつ持ってるわ。鉄の轍か。轍持ってた。パラドックスポケモン。古い書物に登場する謎の物体に似たポケモン。目撃例は過去2件のみ。そのうちの1件が僕ですってこと。かわいい。鉄の轍持ってるもんね。なんか、のここっちに塞がれてる。マジでアビスって感じだね、これ。やっぱ深層部に行けば行くほど敵が強くなっていく。鉄のシリーズまだいると思うんだよな。お、あるよ、奥に。あそこだね、目的地は。で、この辺がテラクリスタルなんだな。テラクリスタルがめちゃめちゃあるんだな。大技もしも落ちてますよ。見逃しません。落ちたら一巻の終わり。まあ、サイクロトムのなんだっけ、ロトムスマホで上に上がれるから。音に会えるね、ペッパーくん。なんか 巨人音がピカピカしてるけど。ここら辺の結晶、テラスタルと同じ光？めっちゃ気になる。なんかそっぽいよね。テラスタルの秘密と、この過去と未来を行き来する秘密がつながる気がするんだよな。待って、サザンドラいるけど。ほら、鉄のサザンドラだ。なになになに？ブーストエナジー？何それ？コークチャージを発動した。鉄の神戸。頭か。まあ、3つあるもんね。待って、これデカンちゃんまずくない？効果抜群しか打てないけど。でも逆に、相手フェアリー技出せないんだよな。あ、フェアリー、ドラゴン技出せないんだよな、こいつ。でも殴れる技がないな、こっちから。ちょっと一旦モンスターボール投げてみるか。捕まればラッキー。捕まらなかったら、まあ、そりゃそうだよねって感じ。これだけ。悪技、全然耐えれるな。
どうしよう、アクアサしか飛んでこないんだよな今どうせ。大回転じゃねこれ。別に抜群取られる心配はないだろうし、大回転も電光石火でじわじわ削りたい。さあエアスラッシュ、お、いい削り具合だ。これだよこれ、このレベルの削りを僕は求めてた。おお、急所に当てていく。そこまでせんでいいけど。でワンチャンやられちゃうからデカヌちゃんにチェンジしておこう。なんかドラゴンザー打ってこないな。アクワザ、飛行技、ノーマル技ばっかりだね。なんか気持ちよさそうな顔してたデカヌちゃんが。さあモンボで捕まえていけ、鉄の孔明ね。オッケー、鉄の孔明も無事ゲット、いいね、順調です。古い書物に記された鉄の孔明という物体はこのポケモンかもしれない。中身がなさすぎる、 あまりにもない。あ、デジタルな感じだよな。お、絶対もう一匹はいる、鉄の神戸。ミライドンってタイムマシン、はいはいはい。はい、こんにちは、いらっしゃい。ん？ドラパルトじゃなくてドラメシアたちだ。キラフロル。綺麗じゃなこの場所、色違いはいないと。あれどっちだ、ちょっとぐるりと見てみるか。一応さっきみたいに鉄のシリーズがいるかもしれないしな。鉄の包みだ、子連れのキロフロルも、キラフロルもいます。これキラフラルが壁に埋まってんのかと思った。そういうわけじゃないんだね。うわ、来た来た来た、到着だよ。なんか水っぽいのあるな。あ、これもクリスタルの一種か。とりあえずテラスタルハウス行くか。ほな失礼して。あ、どうせバトルがあるなら、いや別に行くか、このまま行こう。こんばんは、最後かなこれで。うわ、ぐちゃぐちゃだ。ここミライドンが暴れたところ。ハロー子供たちよ、テラスタルハウスだから。あ、ぐちゃぐちゃだ。それはすまない。ハロー、うん、電子音声、電子音声だ。え、ここここここペッパーの音ももしかしてもういない。通信とかいうレベルじゃないよね今の。これロック解除しちゃダメなんじゃね。人が足りない、時間が足りない、あの人も子供が生まれて去った、新たな人間を招いてもすぐには信用できない、使い物にならない、自分がもう一人いればいいのに。博士の手記みたいだな。研究者を一人増やし効率が2倍に、僕と同じ知識と技術を持っている、少し合理的すぎるか申し分ない。もう一匹ミライドンの転移に成功、2号はとても気性が荒い。ミライドンが複数体来てるのか。コライドンとミライドン一匹ずつとかじゃないんだな。まあでも未来の話しかしてないもんね。でもこれさあどうすべき。早くロック解除して出よって言ってるボタンは、これあれじゃないの、もう一匹のミライドンが壊したところなんじゃないか。え、二匹ミライドンいたんだよね。でさ、僕が今管理してるミライドンくんがここで怖がってるってことは、
そのもう一匹のミライドンと、この僕が持ってるミライドンがここで争ったんじゃないか。で、ボコボコにされて、格付けされちゃったから、今ここから出てこれないんじゃない？うちの子は。と思うんですが、いかがでしょうか？ロックは解除します。ボタンちゃんがやれって言った。これ嫌な予感だよな。先ほどはすまない、カタカナ。ロックは全て解除された。エリアゼロ、最深部、ゼロラボを目指してくれ。ペパーは気づいてるよな。なあ、ペパー。これなんだ？このワープ、なんか初期リスに戻りそう。ウィーンって言って。そこまで来るの大変だったから、一旦使わずに置きます。僕らが一緒に旅をして、うちのミライドもやっぱ強くなっているから。次また殴り合う機会ができたら、僕ここにできるぞ、こっちは。あれ、明日に行くのか。こっち。あれ？これ三つ節？四つ節か。間に一つしかないのが三つ節か。しよう。こっちで良さげかな？あ、なにこれ？不思議な記号が書かれたプレートがある。00って書いてあるね。テラピースがめっちゃ落ちてんの、やばくない？ここテラピースアーク、あ、この下にある研究所っぽいのが。これがエリアゼロの最深部ってことか。ちょっとここで一旦レポート書いておくか。さすがにこのなんか水たまりに足をつける前に、ほっ、レポートを書いて前へ進みます。行くぞみんな。おお、よかった、水たまりの前でテラスタル付けされてる。お、ロトムスマホ。ハロー子供たち、よくぞたどり着いた。君たちの目の前にある建物こそがゼロラボだ。エリアゼロ内部の結晶体は不思議なエネルギーを持つ生物の能力を変化させたり、機械の機能上昇にも効果がある。そんな中サウナみたいな機能ある？ポケモンがテラスタル化するときもするのも同じエネルギーなんだ。テラスタルオーブはエリアゼロの結晶体で、テラスタルオーブってあれだよね、生徒たちが持ってるポケモンテラスタルするために使ってるオーブだよね。4つのロックを解除したならゼロラボのゲートを開けるだろう。だがゲートを開けば中にいる危険なポケモンたちが一気に外へと飛び出してしまう。君たち4人ならこれ連戦になるって感じか。まあそうだね。もはや敵なしだぞ我ら。行こう。